GoPro 純正カルマグリップ。でねあ、挟まってるな、捕まってるな、捕まってます。どうもしようぞ。どうも皆さん、マグリでございます。このカルマグリップは一応ご覧ください。ヒーロー5、ヒーロー6と書いてるんですけど、今発売しているヒーロー7にもどうやら対応してるそうです。はい、私は今ヒーロー5を持ってるんですね。ヒーロー5持ってるんですけど、めちゃくちゃ便利、ものすごく便利かついい映像が撮れます。これが GoPro がヒーロー7だったらいいのにな、母ちゃん。何も言えへんわ。ヒーロー7はええって言うたのに。高いわまだいつか手に入れてやろうと思ってる。これ撮れへんの？これ覚えた？覚えたんのか、事故にね。要するにスタビライザーです。揺れがなくなるやつなんですけど、こうやって持つパターンとリュックの紐につけてやるパターンとあるんですけれども、リュックの紐につけるには要するにこう GoPro のこういうやつでリュックにつけるそのアタッチメントみたいなのがあるんですけど、そのアタッチメント実はもう私は潰れてしまいまして、今リュックにつけられる状況じゃなくなってるんですね。私ちょっと Amazon に注文しないといけないね、ちゃんと。困ってね。ということでですね、このカルマグリップのね、見た目についてね、ちょっと触れていきたいと思います。まあ、こんな感じになってまして、絶対にこう動かないみたいな、ちょっとこういう感じの動きなんですけど、電源入れれば分かるんですけど、今ねここに GoPro が刺さってないので、動かしちゃうとペペペペペってなるので、皆さんそこご注意ください。 GoPro を刺した状態でないと、電源を入れるとちょっと壊れてしまう可能性がありますので、ご注意ください。まあ、壊れはしないでしょうけど、はい。で、ボタンが今これ4つございます。これがね、このボタン、 GoPro を接続してこのボタンを押すと、もういきなり撮影が始まるというものでございます。で、これがモードを変える、ビデオタイムラプス写真って、これを押すことで変えることができます。で、このなんか初心者マークみたいなのがあるんですけど、これを押すとこの位置、カメラの位置、この角度を変えることができるんですね。で、ここについてるアタッチメント、これこのバチッてやると、こう角度をこう変えることができます。ここが GoPro の純正アタッチメントをつけるこう連結部分になってるのは皆さん分かると思いますけれども、ここにいろんな連結つけることができると。つけるのも非常に簡単。まあ今持ってきた、例えばで持ってきたんですけど、このネジを取りまして、まあ、GoPro の純正のアタッチメントです。要するにね、こうやってつけて、でこれも固定するし、まあだから車なんか乗るときにこうやって固定すればいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ使いどころないですけどね、こいつの場合は。はい、ってことで、手ぶれ補正半端ねえぞってやつですね。で、今、皆さんご存知かと思いますけれども、ヒーロー7は単体ですごい手ぶれ補正がついているので、それプラス、このカルマグリップが最強だということをガジェット界の神様が言っていらっしゃいましたので、はい、それを私は実現したいなと思ってるんですけど、また先の話でございますね。はい、ってことで、早速カルマグリップと GoPro の接続を行ってまいりましょう。簡単です。ここに GoPro のシューがございますので、この裏側にこういうとこ、これが押すとパカッと開くで、端子がありますので、 GoPro のこの蓋を剥がすして、ここに、端子と端子が形が合うように滑らせてスライドしていく。カチッとはまりましたら閉じます。では早速使っていこう。この GoPro で撮った映像とともにお届けしたいと思います。あ、そうだな、電源の入れ方です。まずは簡単、この先ほどモードボタンってありましたね、モードボタンのところに、電源マークみたいなのついてるの、これを流すると、ほら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 、これ光ったでしょ。あ、もうほら動き始めた。そして GoPro にも電源が入った音がしましたね。 GoPro ももう電源が入ったし、はい、どう動いても GoPro ははい、しっかりとその場を、とどめているよという感じ。じゃあついでにこの状態で映像を撮っていきたいと思います。はい、ほら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 、揺れないでしょ、こんなにしてんのに。だからヒーロー5でもいいじゃないかと皆さん思われるかもしれません。贅沢に7欲しいとか言ってんじゃないよと思われるかもしれませんが、なんでヒーロー7がいいのかというと、マイクだね。画質もそうだけど、マイクがめちゃくちゃ良くなっている。GoPro っていうのは防水性能があるので、密閉空間になって、確かヒーロー5から防水になったんですよ、本体オンリーで。から、音声がこもってしまうという問題があったんで、そこを解決したのがヒーロー7なんですね。はい、それの話は置いておきまして、こういう風な、すごく使いやすい。で、リュックにこうやってつけて、こう撮影して、歩いてても全然ぶれない。こんな感じですね。素晴らしいでしょ。
では絶対に正面向いてるんですよ皆さん。どうしようが正面を必ずしも向いとるわけでございますよ。こうやってたらじわーっとそっちにほらじわーっと向いていくの。このやっぱほら横にしてもほら斜めに振ったところ絶対にこれまっすぐなってる。でもう一つここで説明しましょうか。このカルマグリップの電池、そして、GoPro の電池、まあ両方2つありますよね。カルマグリップの底をご覧ください。パカッと開けるちゃんと GoPro の端子がついてます。USB-C でここで充電をすることでまず GoPro を先優先に確か充電するんじゃないかと思うんだけども、要するにこう連結充電をすることが可能だから常につなげておく状態で持ち歩くことになると思います。充電ケーブルも1本で OK、 その代わりまあ充電の時間はかかります。でもう一つ GoPro の電池がなくなったらカルマグリップが給電してくれます。それはもう体験済みです。はい、カルマグリップの方がどんどんなくなっていって GoPro が増えていくっていう事態が起こっていたので、おそらくそういう風な設定になってんじゃないかと思われます。はい、それでは角度を変えていくんですけど、あこの初心者マークみたいなんですが、これ押すとなんかハイライトタグみたいなのが出てくる。ここ黄色いタグありますね。ここを押すとほらハイライトタグ、ハイライトタグ機能です。では一番下のボタン、これを押すことで今これついてますね、これ、残量インジゲーターみたいなのもこれで表示させることができるんですね、ここのね。でこれを押しながらですね、皆さん押しながら GoPro の映像をご覧くださいね。こういう具合に角度をつけて離すとそのままの角度で止まります。はい、横から見ると分かると思いますが、この角度で撮ることができる。人の顔を映せない。なんだこれ、街中歩くときでもどう、撮りたいな、下の角度にしてあげると足元をこう中心に撮ってくれるので、割と便利なんじゃないかということと、でここにつきながらなんか手元でなんかする場合、両手が開くじゃないですか。こう両手でねこういう風になんかこうすることができるし、めちゃくちゃ本当に便利。そして戻すときなんですが、もう一回ここのボタンを何じゃP 押すよ。まっすぐに戻ります。一回押すと戻すことができる。で押しっぱなしで角度、まあ、上にもできます。で離す、そこで止まる。はい、こんな感じの使い方ができるということです。まあ説明することは全部説明しましたね。では GoPro の収録をこの一旦カメラ止めるよ。このボタンでね、赤いボタンを押すと、止めることがピッ、はい、できました。で今保存中ということで動画保存してくれましたね。めちゃくちゃ便利ですよね。マクシ立てましたけど、これ全部素晴らしい機能だと思います。GoPro のあとマイクが良ければね。はい、リュックにつけてご説明してみたかったんですが、ちょっとアタッチメントが潰れちゃってるので、まあまあちょっと待って、リュック持ってくるわ。説明したいんですが、まあまあまずはこの惨事をご覧ください。折れちゃったんですよ。本当はここにクリップがついてて、リュックのこの紐にパチって挟み込むことができてたんですよね。まあこうやってついた状態になっていたんですね。だからリュックを背負いつつもカルマグリップがここにあるから、電源とか撮影とかもここのボタンで撮影できるし、角度も変えられるし、両手が開くし、いろんな撮影ができるよという素晴らしき便利、旅動画なんかもうめちゃくちゃ最適じゃないかと思いますね。はい、まあそんなところでございます。ここで使ってください。で使う際にこのリングでこうやってこの角度をね調整することができます。めちゃくちゃ考えられてるんですよ。だからこのリングが要するにこのリュックとつなぐ要になるので、そいつが自由にこうやって動かすことができるので、このようにね、本体は回ってますがリングは止まってますよね。でこのリングの動きはもうこのワンタッチで緩めたり動かしたりする。本当に便利。はい、手な具合でカルマグリップのご紹介でございました。カルマグリップの詳細は、下の概要欄に貼っておきますので、よかったらご覧ください。めちゃくちゃ便利、本当におすすめ。 GoPro ユーザーの方は持っておくべき。値段の方も書いておきます。こちらダダン、確か割と高かったと思います。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご清聴ありがとうございました。皆様にお伝えし忘れが、じゃあ普通にこの GoPro Hero 5、何もカルマグリップがついてない状態で撮影したのを、ご覧いただくと、先ほどのカルマグリップがいかにすごいかが分かっていただけるかと思います。はい、今ね GoPro 撮影しております。ほらもう見せられないぐらいの感じになる。で普通にこうつけてこう歩くとこういう感じです。でも先ほどのカルマグリップと全然こう違いますよね。 Hero 5も確か多少ついてると思うんですけど、手ぶれ補正が全然普通で
例えばここに棒をつけて持つのとじゃ全然揺れが違います。